よし見せてやる、最高の笑顔と最高のデュエルを。はい、というわけでどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、レディース&ジェントルメン、どうも皆さん、榊龍也です。さあ本日なんですが、恒例行事となっております新キャラクターの評価を、ね、やっていきましょう。あのラジオ動画みたいな感じなので、なんかやりながら聞いていただければと思うんですが、榊龍也くん、どういうキャラクターかというと、ここに書いてますね、弱小デュエル塾優勝塾に通う14歳、お父さんの優勝さんのような、これクズって言われてるんですけど、ちなみに、クズって言われてるんですけど、いろいろあって、でクズのようなエンターテインメントデュエリストになることを夢見ている、父親からもらったペンダントの振り子、これですね、これ、このペンダントの振り子を、から発動した力でペンダントの召喚可能となり、新召喚のパイオニアとして、一躍脚光を浴びることとなるエースモンスターはオッピーであるというふうに書いてあります。まずですね、このキャラクターなんですが、まず人間性をね、ちょっと評価やっていきたいんですけども、まずですね、あのヒロインへの愛情ですね。ヒロインへの、 あの愛情がね、素晴らしい、本当に。過去、歴代主人公の中でもね、多分ね、1位なんじゃないかな。そうね、ゆずちゃんのことがとても大切に思ってるんですよ。ゆずのことを大切に思っているっていう、これね、ほんと好きです、僕。ゆうやくんの姿勢。ヒロインのことが好きな主人公ってすごくいいよね。で、髪型、通称トマトって言われてまして、トマトと星5ですね、通称トマトと言われています。ゆうぎくんは人で、それから、10代はクラゲで、ゆうせいはカニで、エビ、あのゆうまはで、なぜかゆうやだけずっと海鮮系で来ているのに、なんでかゆうやだけがトマトと言われています。はい、なぜかは知りません見た目的にね、なんで海鮮系から急に野菜になったのかちょっとよくわかんないんですけども、はい、で、煽り能力ものすごい高いですよ。環境トップですよ。はい。煽り能力ティアーゼロ。あのね、勝ちそうになると、大体勝ち確場面でいつもレディース&ジェントルメンって言い出すんでね、彼は。はい。レディース&ジェントルメンって言い出して相手を煽りますし、あとリンクスのセリフの中にもいくつかやべえセリフありまして、なんか、そう、カリカリしないでーみたいなセリフとかね、すごい人の神経をですね、魚でしてくるんですね、彼は。うん。素晴らしいですね。はい。褒めてます、これ。褒めてます。はい。顔マジでイケメン。顔はマジでイケメン。あのね、遊戯王アークファイブってやっぱ最新っていうか、まあ新しいアニメなんで、どっちかっていうと。なんで、かなり作画が完璧でございまして、作画崩壊することがほとんどありません。見てもらえば分かるとイケメンでしょ？すごくイケメンですよね。うん。で、レベル報酬をね、ちょっと見ていこうかなと思うんですが、レベル報酬はね、星4くらいありますね。はい。星4くらいあります。なんでかっていうと、まずですね、このね、オッドアイズアドバンスドラゴンっていうモンスター、これすごく強いです。これね、結構いろんなデッキで出張できまして、レベル5以上のモンスターをリリースしてアドバンス召喚できますっていう効果と、あと相手のカードを選んで破壊するっていう、モンスターを選んで破壊するっていう効果を持ってるんですよ。で、しかも、結構レベル8っていうことで、まあ、レベルも優秀で闇属性っていうことで、まあ、サンダードラゴンとか、まあ、シンプルにリゾネーターとか、これからの、デッキにね、結構入れることができるんですよ。これはね、すごく強いです。と、あともう一個、これね、EM、エンタメイトドラネコ。これもね、強いっていうかね、うざいね。これ強いというか、うざいの部類に入る。一旦に一度、相手のモンスターの直接攻撃宣言時に、なんかダメージゼロにできるよっていう、なんかカイトロイドみたいな感じの効果をペンデラム効果で持ってるんですよ。だからこれ貼っとくと毎ターン使えるんで、めちゃくちゃ強いです。まあ、他にね、エンタメイトで、強いモンスターあんまりなかったんだけど、まあ、エンタメイトはね、これからも将来性がすごい高く、見積もれるテーマでございましてね。いろんな、なんだ、エンタメイトいっぱいいるんで、まだ強いやつだね。なんで、まあ、ちょっと一応ね、OCC の方では禁止カードになってるカードもいっぱいあるんでね。まあ、将来性も加味して、まあ、星4に留めましたけど、結構ね、星5に近いレベルで、報酬は優秀だね。ゆうやくん、すごく優秀です。で、今度ね、スキルなんだけど、スキル評価はね、まあ、星3くらいかなと思ってますね。そこまでぶっ壊れスキルがあるわけではなかったって感じ。一応ね、注目スキルというか、から説明していくと、まずね、ペンデラムゲイザーっていう、このスキルですね、これちょっと強いです。デュエル開始時に自分のフィールドにペンデラムゾーンを追加するっていう、要は魔法トラップゾーンと共用になっちゃうと、魔法トラップゾーンが全然セットできないくなっちゃうから、
このスキル結構重要なんですよ。で、さらに、ペンデラムゾーンに星読みか時読みが存在する場合、3ターン目以降に一度だけ、エクストラデッキから表側のペンデラムモンスターを手札に加えると。で、スケールはセットできないけど、ペンデラム召喚だったら出せるっていう効果なんですよ。で、一応その縛りがついて、EM か魔術師かオッドワイズが9枚以上存在しないといけないよっていう、まあ、スキルはね、あるんですけど、これね、エクストラデッキのモンスターって結局リンクスでもそうなんだけど、1体しか出せないんですよ。 OCG の方でもエクストラから出てくるモンスターは基本的にそのリンクモンスターのリンク先に出さないといけないみたいな話があるんですけど、これね、リンクスはエクストラからペンデラモンスター出す場合は1体しか出せないっていうルールになってるんですね、一応。なんで一応そのどんどんエクストラデッキに貯めちゃって、でモンスター1体回収してから手札からペンデラ召喚できるんで、このスキルは。まあ割と強いかなと思ってます。で、強そうなスキルっていうのはそんぐらいなんですよ、本当に。で、あと、まあ、将来性があるなと思っているのは、このフュージョン、オアアドベントね。自分のペンデラムゾーンのオットワイズ、ペンデラムドラゴン1枚と、手札の融合か儀式、魔法カード1枚をデッキに戻すと、デッキに戻したカードによって、オットワイズフュージョンとか、オットワイズアドベントっていうカードが、まあ、手札に加わると。で、これはちなみにデッキ融合できるカードと、デッキ、儀式できるカードみたいな感じですね。この辺のカードは、もうちょっとカードプールが増えてくると結構強いんですよ。オットワイズフュージョンとかは特に、エクストラデッキのモンスターで融合できるんですね。要は、このカードを引いた場合、まあ条件ちょっときついですけど、2体以上存在する場合っていう相手フィード上に。なんですけども、その条件が整っている場合は、オットワイズフュージョンでエクストラデッキのモンスターを、融合素材にして、エクストラデッキからモンスターを出せるっていう、まあ、手札消費が全くない状態でモンスターを出してこれるんで、しかも特になんか特殊ができないとか書いてあるから、その後に。なんで、割とね、強いカードなんで、まあこれは将来性が非常にあるかなというふうに、思っております。で、あとはですね、割と面白そうな、スキルからっていう感じなんですけど、まあ、ちょっと上からやっていくか。エンタメイトカーニバル、自分のフィード上に存在するエンタメイトモンスター全ての攻撃力を、フィード上に存在するエンタメイトモンスターカードの数かける100ポイントアップする。これ多分ね、ペンデラムスケールも加算されます。一応ペンデラムスケールにセッティングされたカードは、エンタメイトモンスターではないんだけど、エンタメイトモンスターカードではあると思うんですよ。これコンマイ語ですねエンタメイトモンスターではないが、エンタメイトモンスターカードではあるみたいな感じなんで、多分ね、エンタメイトのセッティングを、スケールをセッティングすると打点が上がるんで、まあ、割と面白いスキルかなと思ってますね。はい。で、エンタメキャストチェンジ。自分のフィード上にレベルの異なるペンデラムモンスターが3体存在する場合、自分のモンスターゾーンに存在する、モンスターを全てエクストラデッキに加えて、エクストラデッキに加えたモンスターの元々のレベルの合計と同じになるように、手札から通常召喚可能なペンデラムモンスターを、出すと。このスキルはデュエル中1度しか、使用できないということですね。てかさ、そもそも思ったんだけどさ、ペンデラム系のスキルってテキスト長くない？めちゃくちゃ長いよね。まあ、これはちょっとね、レベルの異なるペンデラモンスター3体存在するっていうことなんで、ちょっと難しいですね。もうちょっとソリティア性が高くなると出せますけど、このスキル使えますけど、ちょっと今のところはまだっていう感じかな。うん、で、エンタメステージチェンジ。これはライフポイントが2000以下になると、自分のペンデラムゾーンに、エンタメとペンデラムモンスター、魔術師ペンデラムモンスター、オットワイズペンデラムモンスターのいずれか2枚存在する場合、自分のペンデラムゾーンのカードを1枚選んでエクストラデッキの表側で加えると。要はペンデラムゾーンのカードをエクストラにポッと送れるってことですね。で、その後自分のモンスターゾーンに存在する元々のカード名にエンタメイト、魔術師オットワイズのうちいずれかを含むペンデラムモンスター1体を自分のペンデラムゾーンに置くことができるということで、まあ要はなんかそのペンデラムゾーンにあるカードとかモンスターゾーンにあるカードをこう移動させるようなイメージですね。はい。まあこの辺もね、なんか後々有効になってくるとは思う。今のところまだそんな強くないけど、うん。で、惜しくも美しく輝く二色のマナコ、これはデュエル開始に、星読みの魔術師、時読みの魔術師それぞれ1枚ずつ追加するよっていう、スキルと、自分のデッキにオットワイズペンデラムドラゴンが、2枚以下の場合オットワイズペンデラムドラゴン1枚を追加しますよっていう、まあそんな感じですね。ジャッジはできないですね。だから3枚ある場合4枚になることはないけど、2枚の場合はまあ3枚できるっていうことですね。まあ無課金救済みたいな感じなのかな。で、自分のデッキのモンスターが、EM 魔術師、オットワイズモンスターのみのデッキを設定すると、自分のフィールドゾーンにペンデラムゾーンを追加するということで、まあ、これも重要です。この一文が重要なんで、まあ、この自分のフィールドにペンデラムゾーンを追加するっていう要は一言がないと、まあ、ホットアップ全部牽引用になっちゃうので、ちょっと弱いんですよ。まあ、この一言があるかないかで、まあ、これからのスキルはちょっとペンデラム系のスキルはね、強さ変わってくるんじゃないかなというふうに思っております。で、オットワイズエボリューション、まあ、これはねちょっとなんか微妙かなと思ってるけど、一旦に一度自分のペンデラムゾーンにカードが存在しない場合、手札のペンデラムモンスターカードを1枚を見せて、自分のフィールド上に存在する元々のカード名がオットワイズドラゴンのモンスターを置いたよペンデラムドラゾーンに変えると。でさらに自分のフィールドゾーンに、ペンデラムゾーンを追加する。まあオットワイズドラゴンなんでこれなんですよ。
まあ、まあ、やりたいことはわかるがっていう感じだよね。うん、まあ、これを出すよりも今こっちの方が出しやすいからさ、うん、っていう感じですね。で、絆の力は非常に優秀ですね。あの汎用スキル最近あんま強いのなくなってきてるんですよ。例えばバランスとか、あとなんか使い手系、魔法の使い手とか、あの戦術の使い手とか、ああいうスキルはどん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 修正が入ってますし、まあ、リスタートとかもずっと昔に修正されましたし、なんかその汎用スキルってあんまり強いスキルないんですよ今。だから絆の力がまあ一応あの汎用スキルとしては非常に優秀なスキルなんで、まあ、これ持ってるのは非常に強いですね。はい。でスマイルワールド、デッキ外からスマイルワールド1枚を手札に加えるとこれふざけてないですよ別に。スマイルワールドを手札に加えるっていう、まあ、そういうスキルになってますね。で、ちょっと若干見づらいからちょっとウィンドウ消すわ。このスマイルワールドなんですが、このスマイルワールドはフィールドの全てのモンスターの攻撃力を魂の字まで、あのフィールドのモンスターの数から100アップするっていうことで、あの基本的には使い道ない、全部上がるから、相手のモンスターも上がるし自分のモンスターも上がる。まあ一応その攻撃力がこれ以上になったモンスターをなんかその条件にするデッキとかだったら意味はあるけど、基本的にあんまり意味はないカードなんですよ。もうなんかエド・フェニックスさんは原作であの破り捨てましたしね、このカードをスマイルになってくしらいつって破り捨てましたけど、まあこのカードのこのカードでこのスキルの重要な点はこの一文、このスキルを使用した場合次の相手ターン終了時まで自分が発動及び効果の発動が可能なカードはスマイル魔法トラップカードのみになる。つまり発動して戻るような、例えばの天の岩戸とかああいうモンスターの発動ができなくなるんで、手札に戻んなくなるみたいな、岩戸がだから岩戸ビートみたいな、岩戸スマイルっていうほど謎のデッキは、爆誕します。はい、これ多分動画にしてるか、まあ、ちょっとまだしてるかしてないか分かんないけど、いつ公開になるか知らないけど、もう撮影は済んでるんですけどね。ちなみに岩戸スマイルっていうデッキに触れて眠ってください皆さん。はい。でドローセス魔法罠はいいわ。ドローセス魔法罠はいい。バルーンプラス、これもねめちゃくちゃ面白いよね。ワンダーバルーンっていうカード皆さん覚えてますよ。これ覚えてない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、一旦に一度手札を2位の枚数墓地を送るとなんかバルーンカウンターなる謎のカウンターを置きまして、このカードにね。でバルーンカウンターの数かける300ポイント相手のフィールド上のモンスターの打点がダウンするという効果なんですよ。でそのバルーンにカウンターを置けるよっていうスキルです。はい素晴らしいですね。めちゃくちゃ強くね、最強スキルだこれ。まあ、これはね、さっそうと、動画撮ってきたんで、まあ、いつ公開になるか分かりませんが、これも公開していこうかなと思っております。で、光の奇跡ペンデラム召喚。これはね、ペンデラム次元のキャラクター多分全員持ってるんじゃないかなと思うんだけど、デュエル開始時に自分のフィールドにペンデラムゾーンを追加する。で、このスキルはペンデラムモンスターが12枚以上存在するデッキを設定すると、デュエルを開始した場合のみ適用されるっていうことで、要は、ペンデラムゾーンをね、魔法トラップの兼用にしてしまうと、魔法トラップカードが捨てられなくてマジでめんどくさいっていう、まあ、リンクス特有のね3枠しかないっていうね、その現状が非常に厳しいので、まあ、このスキルでカバーしてあげるっていうことですね。はい、ペンディラム界の汎用スキルって感じになってます。でフュージョンアドモンド、さっきやったゲイザーやった、でペンディラムシャッフルか。ペンディラムシャッフルは自分のペンディラムゾーンにカードが2枚、存在していて、さらに自分のエクストラデッキに表側表示のペンディラムモンスターが2枚以上存在する場合、自分のペンディラムゾーンのカードを全てエクストラデッキに加えて自分のエクストラデッキから表側表示のペンデラモンスターをランダムに2枚選んでおくよと。まあオットワイズとかだったらね、破壊してサーチとか入れられるんで、もう一回オットワイズをサーチして使ったりとかっていうことができますんで、まあ使い回していく系のスキルには強いかなと思いますね。あとエクセントリックデーモンとかは破壊効果あるんで、魔法トラップ破壊効果あるんで、エクストラデッキからねペンデラムゾーンに置ければまた1回サイクロン打てるみたいな感じになるんで、割とこれもね結構面白い使い方はいくつかねできるんじゃないかなと、そんな感じに思っております。ということで、全体評価なんですが、まあ、全体評価的にはねかなり高いですね。このキャラクターは、まあ、3くらいは上げてもいいかなって思ってます。スキルも、まあ、レベルもまずまず9大点って感じでした、見ている感じ。はい、今後にそしてね期待できるんですよ彼は。エンタメイトってマジでやばいモンスターめちゃくちゃいっぱいいて調べてもらえば分かるんですけど、 OCG の方のカードプールをなんか禁止カードとかバンバン出してるんですよ。まあ、そんぐらい強いってことですね。あとレベル40のゆうやくん、ゲートのあいつ使ってくるカードめっちゃ強いじゃないですか。そういうことです。はい、ということで将来性が非常に高いキャラクターになっているので、皆さんもぜひね早めに育成をお願いできればと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。